浅間丸は日本郵船が所有していた過客船である。その豪華さから太平洋の女王と呼ばれることもあった。有事においては航空母艦に改造する計画だったが実現しなかった。船名由来は浅間大社。北太平洋で展開されたアメリカ合衆国やカナダとの過客船による競争の一環として、浅間丸は三菱造船長崎造船所で建造された2隻の 朝間丸急客客船のうちの一席である。当時の欧米の主力船に比べその規模こそ小さかったものの食堂の内装にはふんだんにイタリア産大理石が使われ、客室内には当時欧米製の最新鋭の偽装品が使われるなど、まさに当時の日本のフラッグシップと呼ぶにふさわしいものであった。その狙いは主な顧客層を欧米人に絞り込み、 従来のオリエンタリズムの設備やサービスを行うのではなく、欧米の客船と同室がそれ以上の水準で、ライバル会社に打ち勝とうとする戦略であった。しかし主要な偽装品は、欧米製であったため、一部には、日本の造船所で建造した、外国船という評価をつけられてしまった。ちなみに、日本郵船内の選手分類は、客船であり、クリスタルハーモニー就航まで、浅間丸型が、 唯一の分類であった。1927年9月10日、浅間丸は気候。1928年10月30日、浸水。1929年9月15日、浸航。1929年11月に、日本郵船によって就航した後、横浜ホノルルサンフランシスコ航路に就航し、太平洋横断の速度記録を作った。その後は、 1932年に開催されたロサンゼルスオリンピックに出場する西武一をアメリカに運んだほか、西の親友であるハリウッドスターのダグラス・フェアバンクスとメアリー・ピックフォード夫妻が来日の際に乗船。また、ヘレン・ケラーが来日の際にも乗船した。1937年9月に香港沖で台風の中でイタリア王国の客船であるコンテベルデと 接触後座礁するというアクシデントに見舞われた。救助作業は日本サルベージが受け無事救助に成功し、翌年の9月15日には定期航路に復帰した。なお、コンケベールデとは第二次世界大戦中にコンビを組んで長距離航海をすることになる。詳細は、朝間丸事件を参照1939年9月にヨーロッパで第二次世界大戦が勃発し、9月3日に 英仏がドイツに戦線を布告した。同年9月4日には、イギリス客船がドイツ潜水艦に無警告で撃沈され多くの一般乗客が犠牲になるなど海戦当初より、大西洋では熾烈な戦闘が繰り広げられ、イギリス沿岸では11月に、デルクニマルも撃沈された。しかし、日本とアメリカは1941年12月まで、第二次大戦には参加せず、また、 太平洋でドイツ海軍や小海石の中国軍による戦闘は発生しなかったことから太平洋を挟んだ日米間では商船会社による定期運航が戦争当時国に関係する物資や自民の輸送は制約を設けながらも比較的平穏に行われていた。だが1939年末にサンフランシスコを出版しホノルル経由で横浜に向けて航行中。 イギリス海軍省と日本郵船が結んでいた新市協定を日本大使館の強い要請により船長が守らずに乗船させたドイツ客船コロンブスの乗員を主としたドイツ人乗客51名を加えたため1940年1月21日に千葉県房総半島沖の公海上でイギリス海軍の軽巡洋艦リバプールにより臨検され当時日本と 日独防協協定による同盟関係を結んでいたドイツ人乗客のうち兵役に着くことができる年齢の21名が戦時捕虜の名目で連れ去られるという事件が起き当時関係が懸念されていた日本とイギリスの間において国際問題に発展した日本の英国に対する交渉の結果同様にドイツ人戦客を乗せて出版した日本郵船に 対して同様の臨検を行わないことと、9名のドイツ人の返還により一応の決着を見た。日本の仏印心中などをめぐり、日本とアメリカの関係は悪化し、その中で1941年7月に横浜からホノルルに向けて出港するものの、公開中に日本の南部仏印心中を受けたアメリカ政府が、アメリカ国内の日本資産凍結や石油等の対日金融といった、 制裁措置を取ることを発表したために、日本資産凍結の一環として接収されることを防ぐために急遽反転し横浜港へ戻った。1941年11月30日には、日本優先から離れて連合国との海戦に備えていた海軍に運送船として徴用された。12月8日、日本とアメリカをはじめとする連合国との間で太平洋戦争が始まったため、 その後は日本の占領下にあった東南アジアを中心に輸送船として活躍する。占領地の拡大に伴い、1942年5月、海戦により交戦国や団航国に残された外交官や民間人を帰国させるための交換船に関する協定が結ばれ、日本とその同盟国及びアメリカと その同盟国の間で1942年6月と1943年9月の2回、日本とイギリス及びイギリス連邦諸国との間では1942年8月の1回、交換地となる中立国へ向けた交換船が運行されることになり、第一次日米交換船として浅間丸が使用されることになった。なおこの際に、軍役についている船舶による中立国への入港は、 国際法上禁止されていたため、一時的に軍役を外れて日本郵船へと戻ることになった。1942年6月17日に、同じく交換船として運航されたコンテベルデと共に、横浜を出港し、上海や香港、サイゴンで、同地を含む日本の勢力圏内に住み奥流された、イギリス人やアメリカ人などを乗せて、交換地のポルトガル領東アフリカのローレンソ、 マルケスへ向かい、7月22日にローレンソ・マルケスに入港した。7月26日にアメリカ側から来たクリップスホルムによって運ばれてきたアメリカやブラジル、メキシコやパナマなどの中南米の連合国に住み交流された日本人と日本の同盟国のタイ人を乗せてシンガポールに向け執行し、8月20日に横浜に帰港した。 その後、浅間丸は再び海軍に徴用され、輸送船として活躍した。この際、自衛武装として3年式8センチメートル、単装降格砲2門、96式25ミリメートル、機銃、九93式13ミリメートル銃、九92式7.7ミリメートル機銃、水中超音機1機、爆雷16個を装備した。浅間丸級は、空母改造の対象船舶であった。 だが、改造工事に着手できないまま、立つた丸、鎌倉丸は沈んでしまった。1944年2月24日、非4十戦団の一隻として、台湾近海を北上中、アメリカの潜水艦グレーバックの魚雷で損傷したが、沈没は免れた。浅間丸は修理を受けて任務に復帰し、1944年10月には、 レーテ島の戦い用の増援部隊である第一師団をマニラまで送り届ける重要任務に成功した。ところがそのキロの11月1日、マニラから高尾へ向けて護衛艦と共にバシー海峡を北上中にアメリカの潜水艦アテュルの発射した魚雷が命中して沈没した。1000人以上が救出されたものの500人以上が死亡した。初代、篠宮ザ三郎2代。 荒木つとむ3代、金子文在門4代、村上密造5代、金子文在門6代、小川清別人 ?7 代、渡辺義貞8代、藤田徹9代、阿川良三郎、ありがとうございます。